はい、どうも、哲学とです。今日は、そうですね、イモータルやっていきたいと思うんですけど、強化バトルパスのね、まあ、お得感について、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど、ちょっと今日のあれもらっちゃおうかな。出入り報酬もらっといて、でですね、まあ、今、ショップの方かな。には、もう買っちゃったんで出てこないんですけど、まあ、強化バトルパスね、一月買うと610円なんですけど、大体ですね、応募にすると、1200応募ぐらいの値段と同じで、違うか。600応募と同じぐらいの価格っていう感じなんですけど、あ、違うね。320応募かな。と同じぐらいなんで、だいたいレジェンダリー宝石2つ買うのと同じぐらいの価格と思ってもらったらいいかなと思います。まあ、強化バトルパスは、ランクをね、40まで上げなきゃいけないんですけど、その代わりこの、なんていうんですかね、バトルパスの追加のね、レーンが、入手できるようになって、で、まあ、コスメティックはね、必ず、武器と、あと、鎧の方、ゲットできるんで、まあね、かなり買っておくとお得かなと思います。で、そうですね。まずは、何はともあれガチャ引きますか。武器系がね、ちょっとね、更新できてないんで、引けるといいけどね。あ、今日はダメっぽいですね。1番を見とくか。あ、売れてますね。はいはい。まあ、強化バトルパスなんですけど、まずね、まあ、いろいろと。レジェンダリー宝石ね、がそもそも2つもらえるんで、まあ、必ず、まあ、普通に、レジェモンを直接現金で買うよりはお得っていうところがあるのと、あとね、それ以外も結構、お得な要素っていうのがあって、まずですね、ランク2のレジェンダリーのジェムのね、熱意溢れるものっていうのがあるんですけど、結構ね、これ、基本的にはバトルパスでしか入手できない。無料のバトルパスのレーンにも1個の、毎回載ってるんで、それで集めていくっていう方法もあるんだけど、基本的にはバトルパスのレーンに、まあ、1個、2個載ってて、あと、そうですね、無料のレーンに1個載ってるって感じなんで、まあ、これね、強化していくと結構強いかなと思います。まあ、敵に与えるダメージを与えるたびに、その敵に与えるダメージが 0.8% 増加し、10回まで蓄積するってやつなんですけど、まあ、これね、強化していくのにどうしても同じ熱や溢れる石、必要になってくるんで、まあ、強化バトルパスを買っとくと、結構このね、宝石のランク上げも楽になってくるかなと思います。で、買っとくとやっぱりなんだかんだで、なんだな、共鳴値上げにも、楽になって、今私ランク6まで、ランク5か、まで上げたんですけど、結構ね、熱あふる牙の性能いいので、まあ、そうですね、だいたい私もほぼそれ、強化バトルパスしか課金入れてないんで、まあ540ぐらいまではね、まあサービス開始から4回買って、2400円で来れてるんで、いいのかなーって感じですね。で、あとなんだ。変換か。はいはい。歴史記録管理者ですね。おつか。
とはそうだな、じゃあもう買っときますよか。で、なんだっけな、あとセレドの弱体化っていうランク1のね石が3つもらえるので、まあ、ここら辺も素材にしていったら結構いいかなと思います。で、紋石関係はレジェンダリー紋石が2つ、そしてあとレア紋石はね9個もらえるんで、まあ、ここら辺もね、まあ、かなりお得になってくるかなと思います。レア紋石もねレジェンダリーの石を作るのに、必要になってくるので、まあここら辺を引いてってあげることで、かなりプレイ度がね楽になっていくかなっていうところがあるので、モンスター図鑑がちょっと来てたんで、はいはい、茶柱は立たない感じか。エルダーリフト6回完了する。イベントの方は1個のサイドクエストを完了するか。ここら辺をまとめて後でやっちゃいましょうかね。あとはした鍵みたいですね。そうで結構ねこの鍵ももらえるのかな、あと鍵が15個、冒険者の鍵15個全部やるともらえるんで、まあ、これも結構ねありがたいかなっていうところですかね。であとね宝石は結構多くて、宝石30個もらえるんで、自分の好きなね宝石ね、なのでまあランクどんどん上げていくと、まあ、やっぱ宝石不足になってくると思うんで、まあ、宝石なんかもまあ結構バカにならないかなと思います。特になんだろう、火力が上がる、なんだっけ、エメラルドじゃなくてトルマリンあたりはね結構高値で取引されてたりもするので、トルマリンピンポイントで集めたりとかね私はしてますけど、そういうのに使うのもお得かなとかですね。結構ねバトルパスのコスメティックをねまあショップで売ってるコスメティックとはまたちょっと違うテーマのやつがね毎月もらえるんで、結構ねまあそれモチベに、まあランク40まで上げてとりあえずはもらっちゃおうみたいな、もうモチベに頑張ってるとこもあるんで、意外と強化バトルパスはなんだろう、このゲームやっぱなんだろう、いろいろ人によってモチベの持ち方って違うと思うんだけど、私なんかの場合は、まあ、とりあえず月始めに新しいバトルパス買ってやってくって、ランク40まで上げるっていうのをモチベにやるっていう感じですね。で40まで上げるとなると、だいたいバトルパスのポイント的には2400を2回貯めて4800で、まあ5レベル余りだから900だから、だいたい5700ぐらい貯めればまで行くって感じなんで、まあ私の場合は結構序盤に溜め切っちゃう方なんですけど、多少ね、なんていうのかな、ゆっくりやっても1週間1200ぐらい BP 溜めるぐらいのねペースでやってもいいかなって感じですね。今だいたいその最低限のことだけ、まあ最低限のなんていうのかな、
デイリーこなしたりとか、エルダーリフトこなすだけで、まあ、大体 BP 的には1200ぐらいいくのかなぐらいだったと思うんで、そうですね。大体、800なんで、まあ、まだこれ週の半ばなんで、まあ、週末ちょっとやったりとかすれば、1200少しは超えてくると思うんで、まあ、それぐらいを、4週間。まあ、もうちょっとやらないとダメかな。やればいけるし、あとまあ、最悪ね、コスメティック欲しい、だけ欲しいよって人は、最後にね、課金で一応バトルパスのランクも上げられるんで、まあ、そいつを使ってあげちゃうのも、ありかなっていうところですね。まあ、なんだろう。ブリザードさんに一月のこう、お礼というかさ、そんな感じで私は入れてるようなところもあるんだけど、一月間遊ばしてもらってありがとうみたいなね。なので、まあ、がっつり課金はなかなかね、まあ、経済的にもちょっと気持ち的にもあれだなっていう人は、強化バトルパスだけ買ってみるっていうのも結構おすすめな課金の方法にはなってくるかなと思います。コスメも手に入りますのでね。そっかそっか。そう、まさに今強化バトルパス使ってるので、でもらった鍵が結構あるんで、こんな感じでね、まあ、一気に進めてあげることもできるって感じですね。700プラチナか。買おう。いやー、なんだよ。ほんと、なんかね、最近コントローラーが調子悪いんだよね。よいしょ。だいぶアイウェンファードの聖女のレベル上げもね、大変になってきて。素材がね、まあ、爆上がりしていくから、そうちょいちょいは上げられなくなっていくんだけど、まあそうだ、250とかそんなもんだもんね。大体ランク10、9のとこもあるか。まあ、次この辺り狙っていきましょうかね。だから意外とね、課金要素以外のその強化っていうのもしっかりやっていけば火力につながっていくんで、まあ、バランスよくやっていくゲーム性っていう感じではありますよね。で、さっきのね、報酬の続きなんですけど、スコリアはね、一応55個この中でもらえるんで、なんだろう、普段の、大体、そうですね、ゴルゴスラの、ゴルゴスラじゃないわ。ヘリクアリーの、なんだ、ラッサール、そしてあとビータスあたりは3で進めて、ゴルゴスラに終えると大体55なんで、まあそれと同じだけのスコリアもらえるんで、まあそれもね、ビビたるものだけど結構いいかなと思います。これも全部でやると、週8、1月8回もらえるからね。なので、そこら辺も埋めていくといいかなって感じですね。じゃあ、エルダリフトちょっと回しましょうかね。で、門石が、そうですね、だいたい、3個ずつ、12個もらえるのかな？普通の門石は3つずつ、19個もらえて、あとレジェンダリー門石は2個もらえるって感じなんで、まあそれだけでもね、全然毎月バトルパス入る価値はあるかなっていう感じですね。まあただその普通の課金と違ってね、まさにその、一回しか買えないから、なんていうのか、お得ではあるんだけど、なんていうのかな、並行して育てるためには、キャラクターをそもそも変えなきゃいけないんで、
まあそこはね、なかなか大変かなとは思いますね。まあサブキャラ、結構妹にどっぷりハマってる人なんかだとサブキャラ作ってね、そのキャラでもちゃんともらってますよとかっていう人もいますね。はいはいはい。何しとく？はい。エルガーリフトもね、そうなんですよね。まあ、確率は低いけど、なんだかんだ、州の上限の280なの。残り火の方を集めていくと、まあ、4、5個はレジェンダリー来るかなって感じなんで、35個、5周して5個ってことは、まあ、7回に1回ぐらいはまあ落ちてる計算になるんで。ここをね、まあ、高速で回してあげるっていうのも結構、レジ集めにはいいかもしれないですね。あんまり敵も強くないんで。で、あと、特殊なところで言うとね、チャット絵文字が2つぐらい、強化バトルパス、買うと追加されていくんで、まあ、そこもね、まあ、特典ちゃ特典かなと思います。絵文字好きな方もいらっしゃると思うんで、そういう方は、まあ、買ってみるといいんだけど、同じ絵文字持ってない人には多分表示されないのかな。そんな感じがするんで、使いどころは難しいかなっていうところがあるんですけど。で、まあ、強化バトルパスは、途中からね、月の初めに買わなくても、まあ、なんていうか、ランク40になれるかどうかわかんないから、とりあえず、無料で始めといて、で、ランク40になってから課金すればね、一気にこう、後からね、報酬もあったりすることもできるんですけど、週にね、2回かな、追加されるクエストの中にある、強化バトルパス専用のね、まあ、エルダーリフトを回して、6回回すと、60報酬がもらえるみたいなやつが、結構ね、そこは課金してないと使えない、クエストになるんで、まあ、そこの部分の 60PP60 ポイントぐらいは、ちょっと、なんていうの、もらえなくなっちゃうから、まあ、そこはね、最初から、まあ、課金しとくと、お得って感じの要素にはなってくるかなと思います。ただな、まあ、あとね、コスメティックに関してはね、ちょっと注意が必要で、私今回、まあ、無課金で、まあ、ランク40まで上げて、その後ね、後付けで
強化バトルパスを今月購入したんですけど、理由はね、やっぱ他のキャラクターやっぱり今クラスチェンジしていろいろといじってるんで、間違ってその、他のキャラクターでね、コスメティックもらっちゃうと、そっちのキャラクターに紐づいちゃうっていう仕様になってるので、まあ、そこがちょっと厄介なんで、まあ、今回ね、ちょっと外してみたんですけど、そこら辺はちょっとね、なかなか、シビアっていうか渋い仕様になってるなっていうところはありますね。なんだろう。先行役特典のホラドリムのアーマーと、あと、ホラドリムの遺産武器とアーマーの方はね、全キャラで使えるようなコスメティックになってるんで、キャラクター切り替えたとしても使えるんだけど、まあせっかくだったらシーズンパスもね、本当に期間限定というかさ、1回しか毎月買えない要素なんで、ここはまあ全クラス共用コスメにしてくんないと、ちょっとさすがにね物理的に取れないんで、なんで、まあ、せっかくだったらね、強化バトルパスの部分はまあ今からでも全然いいので、全キャラ共用にしてもらいたいなと。まあそういう細かいところはね、徐々にやっぱりよくしていってはくれてるので、今後のアップデートに期待したいところですね。まあイモータルなんだかんだでこうちょっとずつだけど毎日進めてますね。めちゃくちゃドハマりしてるっていうレベルではないんだけど、こうトーク動画を撮りつつ、まあ、日課こなしたりとか、あとはまあ配信で報酬クエストとかやってる、まあ最低限のことしか今やってないんだけどは進めてるので、まあやっぱりちょっとヘルゴが、まああと一月ぐらいでサバパラゴンの方もヘルゴ相当に近づいてくると思うんで、まあヘルゴにね、移行するしたらどんな感じになるかとかさ、そういうのもやっぱ見たいっていうのもあるし、まああとなんか大型のアップデートが10月はあるみたいなんで、まあ、そこら辺もね、ちょっと楽しみたいなっていう感じなんで。そこら辺はなんかちょっとある程度モチベにつながっているところかなっていうところですね。はい。よいしょ。エルダーリフトなんかね、こう黙々と回せるからディアブロ3ファンにとっては結構さ、いい要素なんだけど、ちょっと私のパソコンとの相性の問題で、まあウエストマーチの街の読み込みが重いんであれなんですけど、まあ結構その移動時間とかにね、すごいいいんですよね、エルダーリフトね。電車の中とかだとさすがに、高性クエストとかだと中途半端なところで終わっちゃったりするときあるんで、使い勝手悪いんですけど、リフトだとね、まあ一回回してちょうど一息ぐらいだったりするんで、いい感じなんですよね。結構ね、この、なんだっけ、このゲーム本当に、なんていうのかな、忘れ物機能、なんかレアリティの高いものを落としっぱなしでマップ移動しちゃった時に、拾っといてくれる機能があって、まあ、レジェンダリーの等級のね、装備品だったりとか、あとまあ、レジェンダリーの石とか、あと、鍵とかはダメなのかな。大体のものはまあ拾ってきてくれるので、
まあユーザーにはフレンドリーな設計にはなってるのかなというところありますね。よいしょ。ヘルター、ホラードリームの日さ。3回ですね。まあコスメティックはね、なんかもうちょっとこう充実させてもいいかなってとこあって、なんていうか、まあキャラクターの見た目が変わるっていうエフェクトはもちろん欲しいんだけど、やっぱ攻撃エフェクトとかもね売ってほしいなっていうのはありますね。なんか某ゲームみたいな感じになってきちゃうけど、いいっすよ。課金要素で他のゲームがやってるいい部分っていうのは全然真似ちゃって大丈夫だと。まあ、共鳴値絡みの話で言うと、まあ、さっきね、お見せした通り、まあ、大体500ぐらいまでは稼げるんで、なんだかんだね、で、だけど、540だと、まあ、武器の性能プラス 27% なんで、まあ、もちろんね、すごく課金した場合に比べたら、大した、あれではないんだけど、でも、なんだかんだでね、そこそこの武器掘りで、火力的には足りていくような感じになるんで、私的にはいいかなって感じですね。1年かけたらまあな、7200円か。7200円で、まあ、そうね、完全無課金でや、完全無課金っていうか課金ですると、うん万円ぐらいのさ、課金をしたぐらいの強さにはなれるんで、なので、まあ、ゆっくり火力上げていきたいなーとかっていう人には結構おすすめな要素かなと思います。大体こういうゲームのバトルパスってさ、まあ、リーズナブルな値段だけど、直課金で一気に強くするよりも、まあ、お得にはできますよ、みたいなさ、システムなんで。まあ、何年か課金していけば、数十万ぐらい課金したぐらいのキャラクターと同じ強さにはなるかもしれないなと思うんで。そう。まあやっぱあと、まあ全然課金することはいいことっていうかさ、まあ、その人の自由なんでいいんだけど、やっぱり結構視聴者さんからご相談いただくのはやっぱり、飽きた時の、その処分に困るというかさ、すごく突っ込んじゃってるからやめるにやめられないみたいな悩みも聞いたりするんで、最近そういう悩みはないかなって感じ。まあ私多分今使った額って大体最初にコスメ買うために3000円突っ込んだのと、あとそのバトルパスが4回なんで2400円、なのでだいたい7000円ぐらいかな使ってるんですけど、まあそんぐらいだとまあ一本ゲーム買うぐらいだからね。まあそれを高いと見る人もいるかもしれないけど、そう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 。だから、まあ私これなんかさ、結構まあ学習関連の仕事をしてるんでわかるんだけど、まあある程度お金か突っ込むと愛着湧くのよね、なんでも。なんか、例えば、図書館で借りる、貴重な本とか図書館で借りた方がいいけど、図書館で借りた本って結局返却日まで読み切れないとかさ、ありません？小説とか、特に。長い小説とかで、まあ、それほどモチベがない時とかってさ、あ、そう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 。小説とかってさ、中だるみしたりとかして、その、最後まで読み通せなくなっちゃったりとかすることあるじゃないですか。まあもちろんそれはそれでいいんだけど、なんかせっかく、例えばさ、文庫本、最近文庫本ちょっと高めなんだけど、文庫本一冊、
まあ、1000円とかで買ったとしたら、うん、なんかやっぱその1000円もったいないから読み切ろうかなぐらいの感じでさ、最後まで読んでいって、なんかちょっとその中だるみしてるところはなんか読みと読み続けるのきついんだけど、なんていうか、まあお金払ってるから最後まで読まなきゃみたいな感じで読むと、意外と後半超面白くなってね、神展開なラストスパートがあったりとかするんで、だからその未然にを払うっていうの結構大事なのかなって感じたりする時もありますね。よし、ここで行こうか一回。ちなみにこのね、紋石はなんか例えばバトルパスじゃないわ、エルダーリフト途中でさ、強制終了しちゃったとかさ、時間がなくてクリアの前に閉じちゃったとかさ、そういう場合は全部戻ってくるんで、そこはやっぱり課金要素なんで、あくまでも向こうはね、保証システムがしっかりしてるという感じですね。そこはいいよね。なんかのエラーとかでさ、ソフトが落ちちゃうこともあるからね。で、この鍛冶屋がこれあるのいいよね、エルダーリフトね。そう、ぜひダンジョンの奥にもつけてほしいですよね。なんかやっぱさ、周回してる時とか、まあ、大体誰かキーパーになってさ、今4回回したんで1回鍛冶屋行きましょうとか解体行きましょうとかってやるんだけど、まあそれも面倒だからね、なんか余地がない人はさ、最後のところで解体できるようにしてくれると、まあ周回もはかどっていいんじゃないかなって感じしますね。そうそう、ダンジョン内に鍛冶屋があるっていうのはすごいイモータルの画期的な発明だと思いますんでぜひこう他の全コンテンツにもね広げてもらうと、多分ユーザーの満足度って上がるんじゃないかなと思います。やっぱなんだろう、携帯ゲームとしての洗練っていうのかな、っていうのも大事だと思うんですよね。いかにユーザーを気持ちよくプレイさせるかっていうさ、まあ、QOL とか言われたりするけど、ユーザー目線だといろいろね、まだまだ、特にやっぱりパーティー周りちょっとやっぱ特に最近聞くのはヘル1ヘル2のさ、仮想問題ね。下の難易度がかそっちゃってるんで、新規の人がさ続けづらいのよ、すごい。まあブリザードさんも当然気づいてて、まあ経験値バフイベント今月末やりますよとか、そういうことも言ってるんだけど、本当に早急に対処しないと多分やべえ問題だと思いますね。もう初めて見たけど、ストーリークリア後人かそっちゃって続けらんないってなっちゃうとさ、せっかく魅力的な部分っていうのは伝わらなくなっちゃうから、そういうとこやぞって感じ。まあ全ての要素をこうユーザーが望むからっていうんでさ、変えてっちゃうのもゲームがそもそも壊れちゃったりするからね、良くないんだけど、ただまあそもそもこう人の減少につながるようなところとか、そういうところはうまくや舵取りしてね、一年後に神ゲーになってるディアブロインモータル待ちたいと思います。まあ今も神ゲーだけどね。なんかさ、結構その
YouTube 界隈とかだとさ、なんか、まだ胃もたれ続けるんですかみたいなさ、もう再生数も取れないからやめた方がいいですよとかってさ、言ってくる人いいんだけど、それはもう関係ないんだよね、私にとって。あ、戦場の守護石。出たー。まあ、星2だったらいいんじゃない？結構。そう。星5はね、最初の1週間ぐらいで拾った星5の2以降は出てないんで、あれ、確定ドロップなのかな？なんか1個もらえたんだよね。星5の2が。もしかすると始めたばっかりの人は1個もらえるのかな、必ず。一応この紋石、無課金の方の紋石もあのカウンターが50であるんで、まあ、50個貯まれば必ず1個はね星5来るんで、まあ、待った方がいいけど、まあ星5の強化にとにかくね大量の宝石が必要になるんで、星5をそのままランク10まで上げていくっていうのはなかなか現実的に厳しいので、私の場合はまあ星2と星5、星1を、まあ、組み合わせてあげてるって感じですかね。よし、ラストもう一回レジェモン突っ込んでみよう。はい、そうそうそう、だからなんかね、このゲームの行く末を見てみたいし、こういう、なんていうのかな、まったりできるゲームやっぱりいいんですよね。長く続けていく系のさ、柱としては。まあ、このチャンネルはまあ、ディアブロチャンネル。なるべくディアブロシリーズ全部、余すことなく続けていきたいなと思ってて。まあ、ツーリザレクテッドはね、まあ、最近プレイしてないけど、またラダーの2がね、また始まると思うんで、そのタイミングでまた新しいキャラ育てようかなと思ってますね。なんだかんだこう、ハクスラー大好きなんですよね、私ね。なので、そう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 。でも確かにな、配信とか動画とか撮ってなかったら、これも多分モチベの一つだと思うんだけど、なんか動画撮ってるとかさ、そういうのって、あ、この新しい要素は人に紹介したいなとかさ、そういう部分であるので、なので、まあ、新しい要素を紹介するってなると、あんまりにもこう、最前線のさ、レベル帯と離れちゃうとさ、そこまで追いつかせるのにも裏作業結構大変だったりとかするから。まあ、私も今に、サーバーパラゴンがおそらく今、2014か、ぐらいなんで、まあ、5足りないぐらいなんで、まあ、サーバーパラオンマイナス10ぐらいでね、後ろから追いかけてるような状態を保ちたいかなと思ってるんですけど。まあ、報酬クエストとか、ゆっくり雑談しながらね、回したいとかもしてますので、ぜひ。配信の方もね、まったりと見ていただけたら嬉しいなと思います。よいしょ。
さあ今回は何のレジが来るかな。星5よ来い。星5来い。悪夢の石素材ですね。まあまた来月のレジェンも期待したいと思いますね。そう、結構最近なんだろう、イベントも頻繁に開催されて、イベント最後までね走り抜けると大体一つレジェンももらえるんで、まあ、無料のね石のなんだろう、上限値に上がってみるっていうのも全然ありかなと思うし、あとあの固定チームでねヘリクアリクリアすると週に1個だけレジェンダリージェムもらえるんで、それもね集めていけば、まあ1年経てばね50ランク後は必ず1個もらえるんで、そういう意味では長い目で見るとね差は埋まってくるかなと思いますんで、やってみてほしいなと思います。さあこれで大体終わったかな。今回ねちょっと強化バトルバスについてちょっと話してきたんですけど、まあなんだかんだで、ね、非常にお得な内容になってますし、まあ一月のモチベにもつながるんで、まあなんかそれほどお金はかけたくないけどイモータル続けていく上でなんか目標が欲しいって方はバトルバス課金だけでもやってみたいかな。本当に、なんていうか、ブリザードさんにはもう長い、もういろんなゲームで遊ばせてもらってきてるので、まあ、そういうところでもね、あ、これあれなんだ。エルダーリフトずっとこれあれなんですね。残っていくのか。はーい。あ、なので、基本的にはこれ、あれですかね。あの無課金で進めちゃった場合はこういう感じで残っていくんで、エルダーリフトあの必ずしも損するっていう損はないんだけどさ、ような仕様にはなってないんで、まあやってみてほしいなと思います。はい、どうもありがとうございました。哲学とでした。